駐車監視に圧倒的に強い、かなりくっきりとナンバー認識ができるのがお分かりいただけると思います。アクションカメラ以上に色彩が鮮やかで、また解像度も非常に高くなっていると。今回ご紹介をいたしますのは、ビオホの2024年モデルにあたる最新モデルになります。こちらは A229 Pro の 4K3 カメラモデルとなります。こちらのご紹介を今回はいたします。 こちらのドライブレコーダーはフロントが 4K、車内カメラがフル HD、リアカメラが 2K という構成で、さらにフロントカメラはソニーのスタービス2を対応した800万画素イメージセンサー IMX の678を搭載しておりまして、リアカメラも同様のセンサーで500万画素センサー IMX675 を採用しているハイエンドモデルと、 なっております。また、こちらのドライブレコーダーの位置づけは、A139 Pro からの進化版ということで、このように、スクリーン、2.4インチのスクリーンが搭載されておりまして、また、リアカメラの解像度が、フル HD から 2K にバージョンアップしているというドライブレコーダーとなっております。ビオホのドライブレコーダーは何と言いましても、 画質にお金をかけているということで、アクションカメラ以上の性能を誇るドライブレコーダーということで、非常に定評があるものとなっておりますので、こちらのご紹介を今回していきたいと思います。まずこちらの筐体のご紹介をしていきたいと思います。こちらの特徴はまず非常に軽量であるということになります。 以前、真夏の時期に A139 Pro もレビューでご紹介させていただいてるんですけれども、あちらも非常に軽量になっております。軽量が何がいいかと言いますと、真夏の時期、このフロントガラスが非常に熱くなります。で、ドライブレコーダー自体は両面テープで接着されるようになるんですけれども、このガラス自体が熱くなると、両面テープの粘着力が低下して、このドライブレコーダーが重いと脱落する恐れというのがあります。 ですが、このビオフのドライブレコーダーは非常に軽量でできているということもありますので、脱落する心配がないということになっております。また、この電源ケーブルもあるんですが、ここに刺さっているこのユニットが GPS が内蔵されているものになっておりますので、GPS 自体もまた 後付けでこう付けるタイプのドライブレコーダーもあったりするんですけれどもそういった煩わしいこともないということで一つにまとまっていて非常にスマートであるということになりますこの電源ケーブルは別売りのハードワイヤーキットというものを使っておりましてそれによって駐車監視ができるようになっておりますまたこちらなんですけれどもこれは車内カメラのハーネスになっておりますこちらの方がリアカメラにつながる ハーネスとなっておりまして、非常にシンプルな構成となっております。SD カードはこの横のところについておりまして、非常に取り外しがしやすい設計となっております。次に物理ボタンなんですけれども、こちらに5つのボタンが並んでおります。でまず左から見ていくんですけれども、一度録画をストップします。そうしますと、ここ点滅しますんで、 一番左のボタンを押すことによって、このような形で3つの項目が選択できるようになっております。で、こちらを上から押していくと、ビデオの設定の項目。こちらは後ほどアプリで見るのが一番見やすいので、そちらでご紹介をしていきたいと思います。で、またこちら戻りたければこのボタンを押していけばいいと。で、次に設定メニューということで、このような形で展開することができます。 で、また一番下なんですけれども、ファイルのリストということで、ビデオ写真ということで見ることができます。で、こちらの筐体で、このモニター上でも、もちろんこのような形で動画の確認ということができるようになっております。これ今サムネイル画面です。で、これを再生したいという場合は、ここから収録動画を確認するということもできるようになっております。 次に、こちらの、これは録画のオンオフのボタンになります。今、これが点灯している状態が、録画がされている状態。で、こちらを押すことによって、録画が止まるようになります。で、録画されると、アナウンスしてくれるようになります。真ん中の、このボタンですけれども、はい このような形で録画中のファイルをロックするときにこちらを使います。で、さらにこちらのマイクって書いてありますけども、これは、このような形で音声録画オンオフをしたいときに使います。で、こちら一番右側なんですけれども、こちらは、表示の切り替え。 時に使うんですけれども、さらに、これを長押しすることによって、Wi-Fi が使えるようになります。で、こちらは 2.4GHz 帯と 5GHz 帯ということで、両方使えて、5GHz 帯が使えますので、アプリを使った時のレスポンスが非常に良いですし、また電波が途切れるということがないので、電波強度も非常に強いものとなっております。こちらは、 次にご紹介をしていきたいと思います。次にアプリの機能ということで、先ほどご紹介しました Wi-Fi をつないでご紹介をしていきたいと思います。今回私は AI ボックスを使ってご紹介をしていきたいと思います。で今、こちらなんですけれども、美容法のアプリ、これをダウンロードする必要があるんですけれども、こちらをダウンロードしてタップします。でカメラを接続。 で、続けるシステム設定。そうしますと、こちらに 5G ビオホ A229P、はい。そうしますと、すぐに接続されます。で、リターンボタンを押して、またカメラを接続。 そうしますと、このようにアプリの画面がすぐに出るようになります。で、ここでストリーミング再生ということで表示ができるようにもなります。こちらが車内で、後ろ。で、これが前ということで表示することができますし、また、前、車内、後ろということで、個別で見ることももちろんできるようにもなっております。 で、これ普通に走行中でもこのような形でモニタリングできますし、また電波強度が非常に強くなっておりますので、電波が途切れるということもほとんどありません。なので、これ後方視界ということで、ここに表示して使うということももちろんできるようにもなっております。でさらに、で、この状態で、一番上のボタンを押しますと、 このように収録動画をここで見ることもできます。収録動画の詳細は後ほどご紹介するんですけれども、今回はこのビオホの A229 Pro の解像度の良さを知っていただくために、今一番オートバックス等の量販店とで売れてます、コムテックですね。ZDR-045。これスタンダードなドライブレコーダーになりますんで、こちらとの比較で、このビオホの A229 Pro の 解像度の凄さというものを知っていただければと思います。で、このように、オールということで、フロントだけを表示したければ、このようにフロントだけを表示することもできますし、車内カメラだけを表示したい場合は、このような形で、車内カメラを表示することができる。で、また、リアだけを見たい場合は、リアということで、こういう形でファイルが見れますので、非常に探しやすくなっております。 で、また先ほどのこのロックファイルですね。真ん中の黄色いボタンを押したんですけれども、このような形で、まあ、オール、3カメラなんで3つのファイルが生成されます。で、駐車監視。こちらが駐車監視用のファイル。で、静止画のファイルということで。まあ、このような形で表示がされるようになりますので、非常に使いやすいものになっております。 試しにこちらの駐車監視ファイルでちょっと再生をしてみようと思うんですけれど AI ボックスの場合はこういった形で再生がされるようになります次なんですけれども詳細の設定項目をご紹介しますこちらのアプリ上で紹介をしていきたいと思いますこちらがセッティング項目なんですけれどもこれだけの項目が展開されます 携帯で見ても同じ項目が表示されるんですけれども、まあ、このように、携帯の画面等で見る方が確実にセッティング項目というのが把握できて見やすくなっているかと思います。で、主にこちらなんですけれども、解像度ですね。で、冒頭でもご紹介したんですけれども、4K、2K、フル HD ということで、 今、この解像度で設定をしているんですけれども、もちろん、メモリーカードの容量によって解像度を落とすということもできるようになっております。また、露出に関してなんですけれども、スタービス2が付いておりますので、特にいじる必要というのはないかとは思うんですけれども、まあ、お好みによってフロントカメラ、車内カメラ、リアカメラということで調整することもできるようになっております。また、 こちらはタイムラプス録画というのもできます。これは常時録画からタイムラプスモードに切り替えるためのモードになっておりまして、オフが常時ですね。で、このような形で1から10まで切り替えができるようになっております。これ使う目的というのは、やはり SD カードの容量によって変えていくっていうことになるかと思います。まあ通常は常時で使うのが確実かと思います。 で先ほどもご紹介した通りで Wi-Fi のバンドなんですけれども 2.4GHz 帯、それから 5GHz 帯ということで変えることができるようになっております駐車監視についてなんですけれどもこちらなんですが今回のこの A229 Pro に関してなんですけどタイムラプス録画 1fps から 10fps まで設定ができるようになっておりますまた低ストリームビデオ録画 で最後にモーション検知ということで、この3つの駐車監視モードが設定されております。通常はタイムラプス録画がおすすめできます。これはなぜかと言いますと、常時録画ほどではないんですけれども、タイマー設定というのがありまして、これ最大で48時間までタイマー設定できるんですけれども、その間ずっと録画をしてくれるようになりますので、何か車のいたずら、それから車上嵐、 まドアパンチ。まあ、そういったものがあった時でも、状況証拠が最も掴みやすいモードということで、お勧すすめできるモードとなっております。また、こちら、低ストリームビデオ録画なんですけど、こちらは解像度が落ちるので、あまり状況証拠として掴みにくいっていうところはあるんですけれども、メモリーの容量によって、で、メモリーカードを 32GB しかちょっと使えないんだよねっていう場合でしたら、こちらを使っていただこうがいいかと思います。 最後にこちらのモーション検出なんですけれども、こちらはプリレコーディング機能という言い方も他メーカーではしているんですけれども、モーション検出前の10秒間、モーション検出後の15秒間を収録してくれるので、状況証拠がつかめやすいということ、SD カードの容量が少量で済むということ、 また、バッテリーの消耗も抑えることができるということ。で、それでいて、状況証拠が掴みやすいということで、非常にこれ、画期的な機能となっております。次に、駐車監視録画なんですが、こちらの方は、オフにしますと駐車監視使えなくなりますので、30分以上の設定が必要なんですけれども、30分から48時間まで設定ができるようになっております。 でまた、駐車監視遅延ということで、これはエンジンを切って車から降りるときですね。そういった状況の中で、必要のない収録動画が撮影される場合というのがあるわけなんですけど、そこを切り取りたいという場合は、90秒という設定にしてあげて、駐車監視のスタートタイミングというのを遅らせるということができるようにもなっております。 で、こちらなんですが、動体検出なんですけれども、低感度、中感度、高感度ということで設定ができるようになっております。また、車内カメラ、リアカメラの回転、それから、車内カメラ、リアカメラの胸像、こういった設定ももちろんできるようになっております。次に、先ほど収録動画の中でご紹介したんですけれども、今、一番スタンダードとなっております、コムテックの ZDR-045、 これ、オートバックス等でも今、かなり宣伝されて、店頭で並んでいる製品なんですけれども、これが今、スタンダードで指標になるかと思いますんで、ビオホの収録動画、解像度の素晴らしさがどれほど高いのかということで、こちらの ZDR-045 との比較の観点でご紹介をしていきたいと思います。それでは、収録動画の比較ということで、 昼間の前方からご紹介をしていきたいと思います。まず左側がコムテック、右側がビオになります。今逆光になっているので先にご紹介するんですけれども、HDR 機能というのがあります。で、HDR 機能というのは逆光の状態で鮮明に動画が収録できるのかどうかということで補正をする機能なんですけれども、顕著に差が出ているのがお分かりいただけるんではないかと思います。 コムテックの方は全体的に画像が白飛びしているのがお分かりいただけると思うんですけれども、ビオホの方はしっかりと補正がなされていて、太陽光が逆光になっていても白飛びを補正してくれているのがまずお分かりいただけるのではないかと思います。また画素数及びフレームレートなんですけれども、コムテックがフル HD のフレームレートが 27.5fps で、ビオホの方は 4K で 30fps となっております。 続きましてリアの収録動画になりますがビオ法に関しては HDR 補正がしっかりと垂れておりまして色彩が鮮やかな動画の収録ができているのがお分かりいただけると思います画素数とフレームレートなんですけれどもコムテックはフロント同様でフル HD の 27.5fps ビオ法は 2K の 30fps となっておりますまたナンバープレートから画素数の違いが顕著にお分かりいただけると思います 逆光になっていない状態での収録動画になりますが、なんといっても色彩の違いが非常に大きいということになります。コムテックの方はどちらかというと、やはりドライブレコーダーを意識した動画という形なんですけれど、ビオホの場合ですと、ドライブレコーダーとしてはもちろん使えるということはあるわけなんですけれども、アクションカメラ以上に色彩が鮮やかで、また解像度も非常に高くなっているというのが、 お分かりいただけるんではないかと思います。夜間の前方の収録動画、追い越しをかけているライト版のナンバー認識、ビオホのドライブレコーダーはしっかりと収録できているのがお分かりいただけると思います。コムテックもビオホもスタービス2センサーを使っているんですけれども、ビオホは具体的にフロント IMX678、リアは IMX675 ということで、センサーを使っていて、ダイナミックレンジと高い高感度、 それからノイズやモーションブラーを軽減するということで、夜間の走行中でもナンバー認識ができるほどなので、画像にしっかりと性能が反映されているのがお分かりいただけると思います。また夜間ヘッドライトでナンバープレートが照らされて白飛びするケースがあると思うんですけれども、しっかりと前方のナンバー認識ができるのもお分かりいただけると思います。最後に夜間後方になりますが、今後ろにホンダの N1 が止まっております。少し車間を開けて止まっているので、今までのドライブレコーダーですと、 ナンバー認識ができにくいような状況だったわけなんですけれども、秒法は見ていただくとお分かりいただける通りで、かなりくっきりとナンバー認識ができるのがお分かりいただけると思います。特に夜間ナンバー認識がしにくいわけなんですけれども、フロントリア等でナンバー認識ができるその理由というのは、なんと言いましても、レンズにあります。フロント800万画素のレンズ。 リアに関しては500万画素相当のレンズを使っていて IMX678 また IMX675 との組み合わせによってこれだけ鮮明な動画を収録できているというのがこのビオホの 4KA229 Pro になります。ということで今回はビオホから新しくリリースされました2024年モデルのハイエンド機種になります A229 Pro の3カメラモデル 4K こちらのご紹介を いたしましたまず、何と言いましても、3カメラモデルということで、駐車監視に圧倒的に強いモデルであるということが、一つお分かりいただけたんではないかと思います。前後カメラのみですと、やはり速報の状態というのがわからない。特に駐車中ですと、前後カメラだけですと、やはり状況証拠がつかみにくいということがあったりすると思いますので、少なくとも、 三カメラモデルは欲しいということがお分かりいただけたんではないかなと思います。また、解像度についてということで、ビューホは特に解像度が非常に高いドライブレコーダーということで定評があるわけなんですけれども、今回は日本の市場の中では最も定評の高いコムテックの ZDR-045 との収録動画の比較の観点でご紹介をさせていただいたんですけれども、もう 通常のドライブレコーダーの収録画像の性能というのは、はるかに超えている状態となっておりまして、アクションカメラ。まあ私も GoPro 等も使うんですけれども、もう以前の GoPro と比べても全く比べようがないぐらいクオリティが高い収録動画となっているのがお分かりいただけたんではないかと思います。こちらの製品の詳細は概要欄の方に 貼ってございますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。